ちょっと短いお話なんですけれども、まあいろんなアイドルさんの番組に結構出させていただいたりとか、あるアイドルさんとまあ共演させていただいたりとかして、まあちょこちょこねお仕事いろんな人とさせていただいた、ある日飲み屋さんでちょっと同期の芸人とお酒を飲んでいた時に、ハヤトモさんですよねっていう風に声かけられたんですよ。で、あ、そうですよっていう風に言ったら、あ、いつも出てます、何々ちゃんと共演してましたよねって言われて、誰々ちゃんって誰だっけなと思って、あ、何々っていうグループの子なんですよって言われて、あー、はい、共演したことありますよ、はい、すごくいい子たちでした、ですよね、僕ね、ずっとあの子たち応援してて、って言われて、あ、そうなんですか、熱狂的なファンなんですね、そうなんですよ、僕写真集もずっと持ち歩いてるぐらいで、ってカバンから写真集パッて出してきて、もうこの子大ファンなんですよって言って、最初に名前挙げたその女の子の、写真集を持ってパッて出してきて、バーって見せられたんですよ。あ、そうですね、可愛いですね、いや、見てください見てくださいってバーって見てて、まあ確かにね、可愛らしい写真集でいいですねっていう風に言って、ねえ、気づきましたって言われて、はいって言ったら、これほとんどのページに僕写ってるんですよって言われて、パーってめくっていって指さしたら、確かに写真のどこかにその人が写り込んでいるっていうページがすっごく多かったんです。全ページではないけれども、すっごく多かったんです。僕ね、だいたいあの子がいつどこで何してるか把握してるぐらい大好きなんですよねってニコニコ言ってきたんです。すぐお会計してお店出ました。